はい、決まったということで、はい、どうも、上ちゃん TV へどうぞ。今回ですね、非公式応援日本保守党ファンの集いということでやっていきたいと思います。もう14回目となりましたね。はい、そしてですね、まあ皆さん毎回ですね、本当にあのコメントをですね、本当にありがとうございます。なるべくね、見るようにしております。もう本当に今ね、各都道府県からですね、応援のメッセージをもうガンガンいただいております。本当にね、本当に嬉しいです。そしてですね、もう励みになってありがたいと本当に思っております。ここはですね、あの佐賀県なんですね。佐賀県、ここ佐賀県からこれ配信してるんですけども、例えばですね、佐賀県の、まあ私もね、佐賀県だよとかですね、そういったコメントとかですね、そして九州勢はですね、福岡、宮崎、そして、熊本、長崎、大分、鹿児島、これちょっとね、全部じゃないですか、これね、ちょっとね、全部ですね。あとはですね、北海道、そしてですね、静岡県ですね、静岡県なんか、有本さんにですね、まあ、知事になってもらいたいとかですね、大阪ですね、凱旋の時にですね、大量のですね、まあ、コメントをいただきました。もう本当にありがたかったですね。そして埼玉県ですね。これね、佐賀県の出身者ということで、まあ、そういったコメントとかですね、愛知県とかですね、の応援と、兵庫県、そしてですね、岐阜県というところもですね、応援をいただいております。そして、広島県、ここはですね、もう応援いただきましたけども、ここはですね、大和ミュージアムにちょっと行きたいなという感じでですね、まあ、伺っておりました。あとはですね、まあ、これも佐賀県出身なんですけど、ニューヨークからですね、おしゃれですね、ニューヨークからですね、まあ、応援もいただきました。本当にね、みんなね、まあ日本保守党、もう本当にみんなでですね、各都道府県入れ、まあおられますけど、みんなでですね、本当盛り上げていきたいなと思います。で、今日はですね、先日行われた百田直樹有本香織チャンネルですね、での後半、大体ね、最近あの重要発表中となんか後半でですね、やられておりますけども、百田直樹さんがですね、まあ日本保守党の第一のですね、政策をですね、ちょっと発表されましたので、皆さんにね、まあ、ご報告したいなと思います。せーの、ドン。はい、これですね、消費税減税ということで、はい、決まったということで、消費税減税をですね、今後ちょっと日本保守党、まあ、やっていこうということになっております。まあ、それとですね、まあ、同時にですね、有本香織さんがですね、稲田総務議員の画商、福岡行くにですね、視察ですよ、有本香織さんが出るんじゃないですよ、立候補するんじゃないですよ、視察に行くということの話も出てきておりますので、これはですね、全国から、福井行く日本保守党をちょっと立ててくると、全国から来てるという話で、もう今ね、稲田朋美さん、本当にね、もう、ガクブル状態になったと思いますよ、これはね。ま、前回の動画にね、それちょっと触れておりますので、よかったら見てください。下の概要欄からですね、入れますので、よかったら見てください。さて、百田さんによればですね、まあ、軽減税率は 8% までですね、ちょっとね、落としていきたいなと言われておりましたけども、ちょっとね、勢い余ってですね、ちょっと 5% までちょっとね、下げていただきたいなと思っておりますけども、もっと言えばですね、もっと勢い余ってですね、0% 廃案までですね、持っていってもらいたいなと、ちょっとね、密かに願っております。はい、ということで、はい、これはですね、やっぱね、減税日本のですね、影響だと、まあ、言われております。まあ、百田さん本人がですね、減税日本のですね、これちょっとお手本にしてですね、やっていこうと言われております。共同代表のですね、河村隆さんのですね、名古屋市のですね、まあ財政なんですけども、県民税と市民税をですね 10% です。皆さん 10% これ下げてるということで、その1年間でですね、まあその減税の額っていうのがですね、なんとダウン600億のですね、まあ減税ができているということで、この減税でですね、市民のお金がですね、まあ、残ってですね、そのお金でですね、経済がやっぱ動いてですね、なんと1300億からですね、2000億円の経済を押し上げる効果があったということなんですね。ですので、まあ、自責とか LGBT のこともちょっとありますけども、やっぱね、全国的にですね、まあ、全国民にですね、関係している、まあ、最大の問題点といえばですね、やっぱね、消費税ということで、これを減税ということをですね、第一政策に掲げたと、まあ、いうことなんですね。まあ、緊縮よりもですね、積極財政というのがですね、まあ、証明されたということなんですけども、せーの、ドン。これ財務省のですね、消費税引き上げの理由ということで、これをもとにですね、三菱 UFJ ですね、国際投資というところが作成されたものなんですけども、やっぱね、あの増税した時
とこですね、増税してからですね、それからもうガクンとですね、経済落ち込んでおります、ですので、まあ、1989年ですね、ウィシのおじさんですね、まあ、竹下内閣ですね、ウィシのおじさんがですね、上げた時に汚れも下がっておりますよね、もうこれで下がっております、これこうちょっと詳しく見るとね、ちょっと視聴者の方がですね、もうちょっと眠たくなるので、ちょっともうここら辺で終わります。とにかくね、消費税上げたら経済が落ちたということなんですね。はい、ということで、まあ、経団連というところはですね、やっぱね、まあ、経済の専門家なんですけども、なんかね、経団連というのは消費税を上げたかってるんですね。もう、今の、まあ、10%、19% まで上げようと。なんか、わけのわからん、なんかちょっとおかしくなったんじゃないかなというぐらい感じでですね、経団連のですね、会長はですね、まあ、言われてるんですよね。普通ならばですよ、まあ、消費税なんか、まあ、経済の、まあ、専門家ですから、それは下げた方がいいって言うんでしょうけども、まあ、一番打撃を受けるのは企業ですからね、なんで上げようと言ってるのかなということな、おかしくないですね。これはですね、これはですね、深い、もうダークサイドの闇がですね、あるんですね。こういったからくりがあるんです。消費税を上げればですね、経済の、まあ、その経団連というところの団体がですね、儲かるというところなんですね。そういった仕組みがあるということなんですね。それはこいつです。せーの、ドン。はい。輸出還付金制度というのがここにあるんですね。日本の消費税というのはですね、26兆円とこう言われておるんですけども、この中のですね、4分の1のですね、7兆円というのがですね、はい、この輸出還付金制度というのでですね、輸出企業にですね、言ってるんですよ。もう我々がですよ、一般庶民がですよ、コツコツ貯めている消費税をですね、納めたのをですね、4分の1大企業にですね、やってるんですよ。どう思います、皆さん。ただね、これはね、まあ当たり前のことなんですけども、まあ、ちょっと説明しますと、海外ではですね、日本と同じような消費税というのをですね、まあやられてないわけなんですけども、まあ香港とかはね、もうこれね、消費税、もうこれないんです。消費税がないんですよ。羨ましいですよね、消費税ないんです。まあ輸出してもですね、消費税というのをですね、その国からまあもらえないわけですよ。消費税やってないわけですから。だからね、もうそれはダメだということで、国がですね、まあ、還付金という形で、こう、やってます。これはこれでまあ、それはしゃあないですよね。これはね、しゃあないと、まあ思うわけですよ。でもね、でも皆さんよく考えてください。下請けっていうのがあるんです。ね、経団連というのはですね、大体がもう大企業というのはもう輸出もしてます、代替してます。これもう1000社ぐらいあるというのが、こう大企業って1000社ぐらいあると言われて、下請けというのがですね、もうあります。下請けというのがあります。そしてですね、親会社というのがこうありますけども、親会社からですね、下請けにですね、仕事こうもらうわけですけども、まあですね、親会社がですね、下請けに言うわけなんですけども、まあちょっと君のところのね、ちょっとね、価格をね、ちょっとね、下げてもらえないからな、ちょっとね、ちょっと田舎みたいになってきましたけど、元気があれば何でもできる消費税分をね、君のところのね、消費税分をちょっとね、10% ぐらい負けてくれないかな、まあ元気があれば何でもできる。するとですね、下請けの方がですね、徴収力です。で、ちょっと切れてないでしょ。消費税分負けてくれって言われましてもね、まあ、ちょっと猪木と似てますけどね、ちょっと、ね、消費税分負けてくれって言うんですね、ちょっと切れてないでしょ。切れてないですけど、ちょっとできるかなー、それな、できるかなー。ちょっと消費税もこっちって、実際にちょっと値段が下がっちゃうんで、ちょっと儲けも少なくなりますからね、ちょっとね、できるかなー、これね、できるかなー、ちょっと難しいですけど、ちょっとこうやってみましょうか。そうだよね、藤波、これだけも下げたんだから、お前、絶対こっちは取ってくれよ、これね、ほらな、藤波、この野郎。俺切れてないですよ、大したもんだ。切れてないですよ、俺切れてないですよ、大したもんだ。ということで、この消費税部分ですね、こっちのこう本体がこう入れるわけなんですね。するとですね、なんかぐーっと下がってくるわけなんです。まあ、大企業はですね、下請けにですね、消費税はですね、払っていないようになるんですけども、まあ、国からですね、補助金が来るということで、まあ、儲かるということなんですね。ということで、大企業はですね、消費税を上げれば上げるほど、まあ、儲かるんですね。下請けはですね、消費税が上げれば上がるほどですね、まあ、貧乏になっていくわけです。ですので、まあ消費税、導入されてだいぶ経ちますけども、下請けバン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 潰れてますよね。これはね、不景気とかいうよりも、こういった消費税というもの、圧がですね、まあ大きいということも、まああるわけなんですね。これはもともとですね、世界の競争力というのをですね、まあ高めるためにですね、国が、企業にですね、お金をこうやってたんですけども、それもまあ禁止になっちゃったんですね。ですので、これをね、頭のいいフランス人がですね、これを導入してですね、そして国のですね、競争力を高めようということで、この消費税の、まあ、システムがこう出来上がったんですけども、まあそれをね、頭のいい日本人がですね、まあまあ、これまた始めたわけなんですよね。
まあ、ということで輸出企業のためにですね、私たちあの消費税、なんかね、なんか財布からこう出してね、まあ、輸出企業にこう4分の1こう大企業に、まあ、渡してるということなんですね。ですので、こういったことをね言うとね、またね、消費税の財源は社会保障費なんですよみたいな感じでね、言われますけども、まあ社会保障費がですね、まあ、目的税というふうになってるわけなんですけども、まあ、高齢者なんかはね、この社会保障費、もうこれ大事ですからね、もうそんなこと言うなら社会保障費どうなるんだみたいなね、もう、あって言われます。でもですね、これね、消費税やってるっていう国はですね、もう150国あるんですけども、これはもう社会保障費を、まあ、目的税としてるところはですね、もう、ないと、ゼロと、ゼロとこういうことなんですけども、もう、もともとですね、これね、導入するときはですね、もう、目的税にはしないと、しないと言ってたんですよ。まあ、本当に言ってたんです。でもね、当時ね、大蔵省、ね、財務省じゃなくて、大蔵省の方がですね、もう、小沢何がしさん、まあ、小沢一郎、あ、ちょっと言ってしまった。百田さんみたいになってましなりましたけども、小沢一郎って、何がしさんにですね、言ってですね、これね、社会保障費に、当てるようになったわけなんですね。もうね、社会保障費はやっぱもう保険料からもう賄ってくれと思いますけどもね、そういったらですね、いや、もう高齢者がもう社会保障費膨らんで膨らんで仕方ないからもうこういうふうにやってるんだよみたいな感じで言われましたけどもね、でも岸田さんなんかね、海外に行ってあっちにぽいぽい、こっちにぽいぽい、こっちにぽいぽい、何兆円ももう配りまくってますよね。そういうのはな、どうなってんのっていう話なんですけども、まあこれね、一番いいのは再入庁ということで、安倍さんがですね、第一政権、第一次、内閣の時にですね、これね、やったんですけども、もう見事でもう潰されましたね、再入庁。本当にこれがね、やっぱね、一番良かったんですね。さて、タイトルにですね、ありましたようにですね、さらなる、日本保守党さらなる飛躍の裏技ということで、これ書きましたけども、前回もね、このことについてですね、まあ言ったんですけども、まあ、日本保守党のですね、まあ、テレビにもうバンバン出ましょうというお話なんですね。まあ、テレビのスポンサーになってですね、バン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 テレビに出てね、もらいたいと思います。これはね、やっぱり、ね、知名度を上げるためだということなんですね。もう、維新の会のですね、まあ、橋本さんなんかはですね、まあ、ちょっと対立してますけど、橋本さんなんかはね、バン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 テレビ出てますよね。あんな風にしてね、テレビバン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 出てですね、維新の会のことをですね、バン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 、まあ宣伝するといった感じなんですけども、そういった感じでね、テレビにバン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 出る分、もうバン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 しか言ってませんけども、バン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 、ね、テレビに出らなければいけないということなんですけど、まあ、スポンサーになってですね、スポンサーになって、そして特番にバン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 出るということなんですね。まあ、NHK はまあ、スポンサーというのはありませんからね、まあ、スポンサーになるということはできませんけども、そういうことで、スポンサーになってね、バンバンテレビに出るということなんですね。ただね、まあ、テレビ局っていうのは、まあ、親中派と言われてますけども、まあ、何が原因かというと、まあ、戦後のですね、まあ、公職追放とか、いろいろありましたけども、そういったところでですね、まあ、NHK とか、まあ、テレビ局にですね、まあ、外国の方の、まあ、枠が決まったということで、そういったことがですね、まあ、毎年何人かずつ入れていかなければいけないみたいな感じで、まあ、それでですね、外国人がちょっと増えたと、そうそう、ちょっと、亡国の人が増えたといった感じのところもありますけども、本当はですね、まあ、そういったこともありますけども、本当はですね、親中だということはですね、こういったものがあるんですね。せーのドン、はい、日中記者交換協定というのがこれあるんですね。これをですね、まあ、お互いの悪口は言わないようにしましょうねというふうな決まりなんですけども、まあ、向こうの中国の方はですね、まあ、忘れてるのかどうか分かんないですけど、守ってないですよね。でも日本は守ってるんですね。真面目か、日本真面目かということで、まあ、記者交換協定というのがあってですね、日本はですね、中国の悪口を言わないようにしてるんですね。もう向こうは多分忘れてるんじゃないかなと思います。まあ、ということで、まあ、テレビとかに出ないと普通の一般の人はもう知らないよという話なんですけども、皆さん今年ね、まあ、忘年会とか新年会とかこれあると思うんですけども、友達に会ったらですね、まあ、ぜひですね、ぜひ、日本首都のことを聞いてください。日本首都知ってると、知ってると、やっぱね、日本ね、守んなきゃいけないよね、とか言いながらですね、日本首都知ってるかいというふうに聞いてください。どのくらいの方が知ってるのかということですね。まあ、私の言ってることがわかると思います。私の友達もほとんど知らないですね。何それっていう具合ですよ。ということで、もう本当にね、
やっぱね、もうテレビに出ないと、もう皆さんもう知ってもらえないということでですね、ということでテレビに出るということが、まあ、さらなる飛躍に、まあ、なるかなと、まあ、いうことなんですね。全国のテレビですね、で知名度を上げていこうということなんですね。もう本当に橋本さんバン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 出てますからね。はい、ということで、さて、まあ、日本保守党のですね、まあ、政策というのが37ありますけども、その中の一つ、消費税の減税がですね、まあ、一つの政策となったわけなんですね。まあ、LGBT とかですね、そういったもの、まあ、いろいろありますけども、生活にね、皆さんの平等に生活に直接関わってきますので、まあ、消費税減税、頑張ってもらいたいなと、まあ、思います。それではですね、また何かありましたら皆さんとお話していきたいと思います。じゃあ、またお会いしましょう。じゃあね。